ちもちじゃがいも子犬です。もちもちじゃがいも子犬がワンみたいな。ワンです。ワン。すいません、滑舌が悪くて。あー、いっぱいいるから悪い人。クズな顔面すごいな。やっぱり渚ちゃんなんですけど、はいはい、なんとテニスがすごいお上手みたいです。あれテニス滑舌。あれ、ね、なんか共通点があって嬉しいです ね、はい、めちゃくちゃ嬉しいです。私も。あ、嬉しいんだ。共通点があって嬉しいって言いながら潰しに来るかもしれない。テニスはどんぐらい。あの家族の影響で小学校2年生くらいから中学校3年までやって、うん、一応その全国大会に団体戦、全国あ市で3位わあ、いいな。市で3位すごいよ。市で3位もう一つ共通点あるんじゃないかなって思うんですけど、ま、特技は何でしたっけ。あ、ピアノです。ピアノ井上じゃん。ほぼ井上だよ。そうなんですよ。もう首ピアノもどれぐらいやってたの。幼稚園の時からなので10年以上はやってて。すごい長いね。結構長く。長くてもやっぱ上手いか上手くないかが大事だし。まあまあそうですね。え、でも私はその県のコンクールで優秀賞を3回ほど。コンクールで優秀賞3回個人経営の先生がやってるあの発表会に出ました。小島さんが入ることによって井上が輝くみたいな。ありがたい。地域のちっちゃいホール借りてね。そうですね、はい、リサちゃんお願いします。はい、ちょっと間違えちゃいました。いや、それがいいのよ。すいません、ね、どうだった井上。まあ、間違えたって言ってたけど、うん、その上手い人って続けれるんですよ。それでもやっぱ止まらないんですよ。そこがやっぱすごいなと思いましたし、なるほど、感情もすごくこもっててよかったです。ありがとうございます。